シのゲーム屋。皆さんこんにちは、キッシュと申します。さあ今日もですね、キャンペーン実況、あ、間違えた、キャンペロン実況だった。はい、やっていきましょう。はい、今日もワイルドウエストキャンペロンやっていきましょう。はい、前回はですね、このね、ガトリング使ってくるやつとか、サボテンとかね、保安官とかさ、銀行強盗とか、ワイルドウエストのキャラクターと戦っていきました。で、今日からですね、この小さな部族からやっていきたいと思います。今度はですね、ワイルドウエストのキャラクターを使って進めていくということでね、楽しみですね。早速やっていこう。はい、このように、ワイルドウエストのキャラクター使えるようになってるけど、え?秘密、シークレットも使えるようになってる。あ、なるほどね。シークレットの中に出てくる、ワイルドウエストのキャラクターが使えるようになっていると。なるほど。はい、一面は小さな部族ということで、部族が相手なんですが、こいつが族長のはずなのに、なぜか、はい、メイジがですね、なんか族長っぽい扱いになってるね。まあ、こいつ族長っぽいからな、見た目が。さあ、早打ちガンマン、そしてデッドアイっていうキャラクターを使ってみようかな。デッドアイは女の子版重視といった感じですね。そして早打ちガンマンはなんかちょっと保安官っぽい感じ。よし、これでやっていこう。さあ、どうだろうか。結構ね、敵はね、メイジ以外遠距離攻撃使うユニットが少ないので、まあ遠距離攻撃でね、やっていけばいいと思うんですが、近づかれたら結構やばいと思うんだけど、あー、近づかれそう、近づかれそう、近づかれそう、あー、吹っ飛ばされた族長に。でも、あとはメイジ対ガンマンということで、早打ち勝負だ。うわー、おー、勝ったー。いやー、保安官がやられてしまったが、見事にデッドアイの遠距離攻撃で勝つことができた。勝ったのになぜ下をうつむいているのかな。さあ、次はね、動物たちの反乱ということで、これラプトルじゃね。え、マジか。わー、すごいぞ。ラプトルもいるし、はい、ラプトル騎兵もいますね。シークレットのキャラクターがね、敵にもね、どんどんね、登場してきますね。これはいいぞ。危ね、後ろにもラプトル控えてるじゃん。うわ、危なかった、囲まれてんな。はい、敵が密集してるので、ダイナマイト娘をですね、まるでダイナマイトの導火線のようにですね、配置していってですね、最終的には早打ちガンマンとガトリングガンでやっていくというスタイル。よし、これでいきましょう。さあ、ガトリングガンは私が動かすということでね。はい、もうすでにですね、こっからね、はい、マンモスをね、撃っていきましょう。マンモス強えからな。マンモスはなかなか沈まないからね、こっからもうやっていきましょう。うわー、来た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 来ちゃった。そんなこと言ってらんねえ、そんなこと言ってらんねえ。あー、やられた。さあ、ダイナマイトを投げまくってるぞ、みんな。よしよし、私はこのガトリングで、はい、今のうちにですね、マンモスを沈黙させたいと思います。よしよしよし、このマンモスが強いからな。マンモスが、マンモスを沈黙させるべくガトリングアキシとなって、はい、敵をですね、撃っていく。うわー、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って。よし、もうこっから全滅させてやるぜ、全滅させてやるぜ。よー、突っ込んでくる、突っ込んでくる、ラプトルどもが突っ込んでくるぞ。うわー、怖い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 。よしよしよし、あとはマンモスだけか、あとはマンモスだけか。あー、あー、落ちる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 のか。よし、倒したー、ガトリングアキシー。手に汗握るバトルだった。ラプトル早いんだもん。はい、次少しの農業ということで、はい、今度は農夫が相手なんだけれども、また囲まれてるんだよね。強撃だよ。コスト2000、全然使えないじゃん。まあちょっとダイナマイト娘でね、飛ばしましょうか。残ったやつを早打ちガンマンで撃っていく。さあ、行け、ダイナマイト娘。あー、川に落ちた川に落ちてしまった。うわー、これはやばいぞ。はい、あー、早打ちガンマンだけになってしまった。さすがにな、やられたわ。いいこと考えた。これさ、手すりあるじゃん。で、こっちにも手すりあるんだよ。ここに遠距離ユニットを置けば落ちないんじゃないかな、手すりあって。でね、敵がね、多分足元来るんだろうけど、ここの足元の敵はこいつ、ここの足元の敵はこいつが狙うということで、これでね、無敵なんじゃないかということでね、やっていきましょう。おー、セーフティーゾーンから、はい、どんどんと撃っていく。いや、いいんじゃないですか、この作戦。さあ、コストがね、あー、落ちた。落ちなくていいのに。もう何やってんだ、私が動かせばよかったということでね。あー、なるほどね、これ真下を狙っちゃうとね、落ちちゃうんだね。なるほどですね。でもここはね、あんまり落ちないということで分かりました。これはもうリセットするしかない。こいつはね、私が動かせばいいということだ。こっちに溜まったやつは多分ね、あいつが撃ってくれると思うんでね。はい、いい感じなんじゃないでしょうか。あ、なんか狙えないんだけど、これ下、あ、落ちそう、あいつ落ちそう。あー、落ちた落ちた。あ、ちょっと待って、これ分かったわ、これじゃないわ。真下に攻撃できるやつといえばね、銃弾の雨を打たせるガンマンですね。これがね、正解のはずですね。さあ、見ていきましょう。さあ、ガンマンは手すりに、はい、引っかかって、敵にですね、突っ込めない。そして銃弾の雨をひたすら打たせるということで、あー、落ちちゃってるじゃねえか、仲間が落ちた
でもね、関係ねえぞということでね、はい、やっていきましょう。あ、生きてる生きてる生きてる、いいぞ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 、よし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 、はい、余裕余裕、よし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 、最後のファイヤー、よっしゃー。さあ、少しの農業ときて、次はたくさんの農業だ。あー、今度はカラスがいる。いやー、やばいね。借り入れ農夫、そしてポーション投げ、カーフリンク、これは強敵だ。さあ、コストは6900、マジいっぱい使えるんだが、もうデッドアイで狙っていこうぜ、遠くから。あとはガトリング空き地でいきましょう。サボテンもちょっと使ってみたいね。よし、これでやっていく。さあ、サボテンがですね、暴れているのを、はい、このガトリングと、はい、デッドアイでですね、ちょっと援護していくということでね。カラスが厄介だからな。ガトリングでまず、はい、カカシをですね、やっつけていきましょう。よしよしよし、カカシ、カカシ沈め、カカシ沈め。うわ、カカシがなかなか沈まない。よし、1体は倒したぞ。よしよしよし、カカシをどんどん倒したらもうこっちの勝ちでしょうということで。あー、落ちる落ちる、危ない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 、危なかった。よし、勝った。はい、状態異常になりながらもなんとか勝ちました。さあ、次、笑う騎士たち、どういうことだ。あ、道化師、道化師がいる。これシークレットなのに。おお、いいぞいいぞ、シークレットのキャラどんどん出してくれ。さあ、そして、はい、処刑人、こいつもシークレットですね。あとはザビってるやつとナイト。コストは2800。これ遠距離攻撃だけでいいだろう。でもなんか道化師避けそうだな。あえてここはもう処刑人がいるからね、はい、囚人をね、大量に置いてみましょう。鉄球囚人たち、はい、コストいっぱい鉄球囚人ということでね。さあ、処刑人に囚人が勝てるかどうかということでね、処刑されてたまるかということでやっていきましょう。はい、いやー、結構ね、戦えてるのかな。いやいやいや、やられてるぞ、めっちゃやられてるぞ。あー、やられた。すげえ、斧超振り上げてる。怖いわこいつ。まあ、知ってた。こいつら全部ね、近距離ユニットだから、間違いなく遠距離から攻撃できるキャラの方がいいということで、ガンマン前衛に早打ちガンマンデッドアイ、これでいきましょう。さあ、ガンマンがですね、まず範囲攻撃をします。はい、範囲攻撃して早打ちガンマンでどんどんと打っていく。さあ、そしてデッドアイでですね、デッドアイはまずあの、はい、ザビってるやつを倒そうか。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。あー、あとは私だけ、あとは私だけ貫通してくれ。うえー、一撃じゃん、こいつの攻撃一撃じゃん。うわー、処刑されそうだ。ドーン、よしよし、あとはザビってるやつとこのデッドアイだけ。なんだ、いきなりいきなり倒れたぞ。おいおいおい、立ち上がってくれ、立ち上がってくれ。おい、おい、狙えてねえぞ、狙えてねえぞ、狙えてない。お、必中なのかこれは。あー、全然狙えないんだが、ザビエルの、ザビエルの方向に行かないんだが、まあこれはもうコンピューターに任せましょう。どんな打ち方それ、どんな打ち方なの。なんかターゲットがロックオンされてる。これ絶対当たんのかな。どんな打ち方でも打てる、さすがデッドアイ。さあ、いい感じに進んでおります。騎兵隊参上ということで、シークレットのキャラがどんどん来てるね。騎兵ですね。コスト7100、めっちゃ使えるじゃん。よし、ちょっとね、数で押してみたくなった。農夫を大量に設置、そしてダイナマイト娘。さあ、やっていきましょう。数で倒せるか、この騎兵軍団を。あー、このあー、弓兵がな、結構厄介だな。さあ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 、数でどんどんと押していく。騎兵をツルハシで倒すことができるかということで、さあ、王様もいるぞ、王様もいるぞ。いやー、数で押すにはちょっと厳しいか。どんどんとやられていく。王様とこの馬に乗った騎士でどんどんやられていく。お、よし、馬を倒したぞ、馬を倒したが、あー、ナイトもやっぱり強い。そしてこのアーチャー軍団によってやられている。あー、やられた、やっぱりダメか。さあ、今度はサボテン軍団でやっていきましょう。はい、見ていく。さあ、サボテンのトゲトゲによって、さあ、敵はやられてしまうのかということでどうなのか、はい、見ていきましょう。やっぱね、この弓兵をどうにかしなきゃいけないね。どんどんといられているよ。はい、たとえこの馬上槍兵、はい、たとえこの騎兵と王様を倒せたとしても弓兵がいるからね。あー、やられたわ、むずいなこのステージ。まあ、汚い手を使おうと思えば使えるんだが、まあ、デッドアイですかね、ここは。デッドアイとダイナマイト娘。さあ、見ていこうか。さあ、ダイナマイトを投げまくる。自分もろともですね、ダイナマイトを投げて攻撃していく。よし、倒してるぞ、倒してるぞ。槍兵、結構倒してる。あ、やっぱりね、このデッドアイ軍団がですね、いい感じに倒せたみたいだね。よし、王様倒したぞ。はい、あとは弓対銃ということでね、さあ、どっちが勝つのか。おお、倒した。いやー、デッドアイ強いね。銃士も強かったけど、デッドアイもマジで強い。次、街を守れ。
わあ、この町の警備兵たちですかね。兵士たちがたくさんいる。お前がリーダーなのか、ミノタウロス。頭悪そうだけど。さあ、コストは4900。はい、多分ね、この2つの通路を進行してくると思われます。というわけで、はい、この通路を進行してくる敵をですね、はい、このガトリングでやっていくと。そういう作戦だ。さあ、片方は私が動かすということでね。はい、もう楽勝でしょ、こんなの。正直ね、もう簡単なお仕事だと思うんですわ。はい、まずはね、盾ごとですね、このガトリングでね、もう貫通してもやっていきましょう。貫通はしないけど、はい、そういう勢いでやっていきましょう。さあ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 、どんどん殲滅していく。向こう側はどうなってるかな。こっちを倒したら向こう側の援護に回りましょう。よしよしよし、あ、中間地点でタブロしてるやつもいるな。よしよしよし。さあ、向こうにですね、デッドアイちゃんも行ってる。おいおい、びっくりしたよ。よしよしよし、ノックバックしている、ノックバックしている。やられたのか、向こう側やられたのか。やられちゃったのか。なんだよなんだよ、やられちゃったのかよお前ら。いやいや、まあ一人で十分ですわ。いや、お前ら突っ込むからだよ。ガトリング兵に至ってはこんな前方まで来てるわ。ダメだよ、突っ込んでっちゃ。僕みたいにね、超遠くから撃たなきゃね。さあ、サクサク進んでおります。カップがね、もらえてますよ。さあ、ゼウスの襲撃。うわ、なんか陣形がかっこいいぞ。はい、すっげえ盾でですね、ゼウスを守ろうとしてるね。そしてヘビ弓兵がいる。コスト6200。これはね、固まってるからね、前列ガンマンでいいんじゃないでしょうか。いやー、ゼウスとこのヘビ弓兵がちょっといやらしいな。ダイナマイト娘を添えて。さあ、一番初めにガンマンがね、このね、簡易攻撃でどれだけ倒してくれるかというところが、おお、ほぼほぼ全滅だ。よし、いいぞいいぞいいぞ。よし、ガンマンよくやった。お前の仕事はもう十分したぞということで、あとはデッドアイで、はい、ゼウスとですね、このヘビ弓兵を倒せるかどうかというところが肝になってくる。一体は私が動かす。おお、ヘビがめっちゃ遠くまで飛んでくる。あ、ヘビ強えな。ヘビが厄介。うわー、これボディーガードつけた方がいいな。よし、これでやっていきましょう。さあ、ガンマンで銃の雨を降らせた後に、はい、カーボーイ到着。引きずり回せゼウスをということでね。よしよし、ヘビ弓兵も連れ回せ連れ回せ。よしよし、いいぞいいぞ。よし、いいぞいいぞ。さあ、デッドアイちゃん早く銃で撃ってくれ。さあさあさあ、ゼウスを、ま、お、勝った。強くね。馬に雷がめっちゃ刺さってるけど、ゼウス見事に倒してくれたということで強っ。はい、次はですね、市長の兵たちということで、はい、バイキングになりましたね。わお、バイキングということで、はい、ジャールがですね、お頭ですね。そしてね、ヘッドバッターとかアイスアーチャーとか、まあおなじみのね、キャラたちがいますよね。それをワイルドウエストのキャラクターで、はい、倒していくということで、ジャールが強いからな。まあまあ、このステージも密集してるんでね、まずはガンマンで範囲攻撃、そしてその後に、はい、爆弾娘とですね、早打ちガンマンで残りを殲滅していくという、はい、このスタイルどうかなということで、あ、シャウターだった。あー、ヘッドバッターじゃなくてシャウターだった。めっちゃ吹っ飛ばされた。うわー、ガン、うわー、めっちゃ吹っ飛ばされてる。え、シャウターこんな強かったっけ。いやー、マジか。うわー、やられた。やべえ、シークレットのキャラがね、合流してるから、それぞれの時代やっぱ強くなってるわ。なるほどね。これちょっとダイナマイト娘をポン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 とね、ちょっとね、離れておいて、で、分断したところをガトリングガンでやっていく、これがいいでしょうということでね、シャウターもね、固まってたらね、はい、なかなかですね、やりづらいと思いますんで。よし、どんどん吹っ飛んでるぞ。ダイナマイト娘の爆撃によってどんどん吹っ飛んでいる。さあ、アイスアーチャーから倒したいところだ。アイスアーチャーから、はいはいはい。あー、でもジャールもどうにかしなきゃいけないしね。忙しいな忙しいな忙しい忙しい、非常に忙しい。いや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 、これ勝てるのか、勝てるのか、どうなんだどうなんだ、勝てるのか、勝てるのかな、これどうなんだろうどうなんだろう、勝てるのかな、どうなんだろう、勝てるのかな。あー、アイスアーチャーによって動きが封じられる、動きが封じられるか。あー、ジャロルもやばいし、アイスアーチャーもやばいということで、敵が攻めてくる、敵が攻めてくるよ。うわうわ、アイスアーチャー倒さなきゃ、アイスアーチャー、まずはアイスアーチャー倒して、はいはい、でもこっち迫ってくるやつも倒さなきゃいけない。うわ、忙しいけれども、はい、あとはこいつだけだ。よし、オッケー。最後はめっちゃ吹き飛ばしたね。相変わらずすげえ打ち方してる。いや、バイキングはね、ちょっと厄介なユニットが多いよね。次、ウルの軍隊。あ、ウル出てくんだ。はい、さっきはリーダーだったジャールが前衛、そしてバルキリーを従えたウルがいますね。いやー、敵としてウルと戦うのは初めてだ。コスト1万、やべ、めっちゃ使える。これはもう正直ね、もうガトリング軍団でいいんじゃないでしょうか。はい、やっていきましょう。
まあもちろんですね、中央のガトリングは私が動かすということでね、もう遠くからねウルを撃っていく。お前ら近づかなくていいんだよ、相変わらず近づいて撃つのが好きだな。はい、まずはジャールとですね、あのウルとね、はい、バルキリーが突っ込んでくる前に撃ち落としていきたいところですね。はい、なかなかバルキリーに攻撃が当たらないんだが、いや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 、もうみんなやられたの？早くねえか。うわ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 、ちょっとガトリングやられるの早すぎるってということでね。いや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 、ちょっといや、ちょっとやめてくれ。いやダメだ、コンピューターガトリングはあんまり機能してません。はい、早打ちガンマンをちょっと多めに置いた方がいいかも。もちろん私はガトリングガンで、はい、遠距離攻撃よし、これでやっていきましょうということでね。さあガトリングでまずは打ち込んでいく敵を、いや早打ちガンマンでどれだけ倒せるかがキーとなっておりますね。さあ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 、結構しんどい戦いになるんじゃないかなと思うんですけれども、さあさあさあ、どうだろうか、今回はどうだろうかということでね、見ていきましょう。いやまあバルキリーがな、結構厄介だよね、地味に。バルキリー強いんだよ。撃ち落としたい。よし、あとは私だけだけれども、結構離れてるから、まあ、ジャールが来た。ジャールが来たけれども、なんとかノックバックして、はい、ノックバックしている。よし、あとはウルト？はい、ウルト、あとはジャールだけか。よし。いいぞ。ウルしつこいな、ウルしつこい。あとは、ドイツが生きてるんだ。そんな近づいちゃって大丈夫か？誰が生きてんだろう。あいつか、こいつだ。よし、倒したー、オッケー。ガトリング、大活躍。さあ、ついに王朝ですよ。キックと矢尻。うわ、連動兵だ。あとはね、これカンフーかな。いやー、シークレットコンビですね。コスト4200。いや、素早く近づきたいんで、お馬さんに乗ってるカーボーイ出動させましょう。さあカーボーイ、お前の力を見せてくれということで、連動兵でめっちゃ撃たれてんだけど。あー、いやー、ちょっとしんどそうだな。いや、連動兵マジで強いわ。これは早打ちガンマンの方がいいのかな。さあ今度は早打ちガンマンで連動兵をやっつけていく。どうだろうか。いやー、あ、落ちたんだけど、飛び込んでいったんだけど。いや、連動兵マジで強いぞ。いや、まだこっちのガンマンは生きている。あ、こいつ避けるんだな、何気に。このスペースで、あ、川に落ちた。はい、遠くからですね、連動兵をガンマンで撃っていく。よし、いいぞ、ノーフ行け。遠くから、結構銃届くなこれ。おお、ここはですね、早打ちガンマンが有効だということが分かりました。さあ、はい、逃げる連動兵をガンマンで撃ち落とした。さあ連動兵強かったけれどもね、はい、早打ちガンマンでなんとか倒せました。いい感じ。はい、このステージ今日のね、ラストステージにしましょう。将軍の侍、将軍出てくる、もしかして。うわ、侍めっちゃいる、これ銃弾かれるんじゃね。いや、奥にはですね、将軍がいるね。コスト7400ですよ、めっちゃ使える。あえて、あ、え、大侍、後ろにいた。あー、気づかないとこだった。ガトリングここに置こうと思ってたのに、やられたわ。この大侍はさ、もうちょっとダイナマイト娘で囲んでやろうぜ。で、あとはね、銃を使わない、もうカウボーイ軍団でね、もう攻めましょう。よし、これでいけ。よし。まずはこの大侍をダイナマイトで、はい、破壊していくということでね、全然倒せてないような気がする。さあカーボーイでですね、お、結構カーボーイでいい感じにやれてるぞ。お、あ、なんか止まった、時が止まった、将軍のなんか攻撃で。うわ、将軍めっちゃ吹き飛ばせるんだけど、カーボーイの馬ごと。いや、将軍強いけれども、はい、お縄でですね、はい、拘束していくということで。大侍と将軍とカーボーイの、はい、戦いということで、やられてしまった、強えんだが。さあサボテンがですね、侍に対してどれだけ有効かというところを見ていきましょう。お、結構倒してる。サボテンのトゲトゲアタックによって侍をですね、結構一網打尽にしている。さあ、この数でですね、将軍をやればね、倒せるんじゃねえかということでね、はい、いいんじゃないか。さあ、サボテンよ、将軍をやっておしまいということでね、これだけの数で囲めば、あー、やられてる。いや、数で押すよりも攻撃の質で押した方がいいということか、これは。あー、やられた。やっぱりガトリング使わなきゃね。よし、やっぱり私はね、ガトリングをね、使いたいですね。ガトリングを使って、このね、ちょっとね、侍をですね、倒したいんだが、倒れるか、あー、やっぱ弾かれるんだよな。お、
ガンマン将軍たちを倒せたぞ。よし、あとはこのガンマンで大侍を倒せるかどうかというところが見どころだ。よしよし、撃て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 、あー大侍強い、大侍強い、あー負けた。え、結構いい感じだったんじゃないの。このねガンマン&カーボーイでですね、はい、侍軍団倒せそうですね。あとはこの大侍をですねガトリングガンで倒せるかどうかというところ、まずはガトリングガンでちょっと大侍をですねちょっとね倒していきたいんだが、弾かれちゃうんだよね。弾かれたやつがねこっちに飛んでくるんだよ。それが厄介、それが厄介でね、こっちにね弾き返されなければね結構大侍は倒しやすいと思うんだけど、どうだろうか。今回はいけるんじゃねえか。こっちに銃弾が来ないわ。こっちに銃弾が来てないということで倒せそうな感じはしてる。はい、どんだどうだどうだどうだ、動きは遅いからな、動きは遅いからな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、このままやってれば勝てるんじゃねえか。よしよしよし、あとはねガンマン、あとはねあっちにガンマンもいるから、よし、これは勝てるんじゃねえか、これは勝てる、よし勝ったー。難かったこのステージ。はい、今回はねこのガンマンが大活躍でしたね。ガンマンフー、はい、レイザーラモン HG 立ちですね。はい、今回ですねワイルドウエストのキャラクターを動かして様々な軍団と戦ってきました。シークレットのキャラクターがね出てきたということで何気に戦いごたえがありましたね。はい、というわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。